そんなんいいんですか。いいんですか、それ。これがですね、スポーツに関して言いますと、うん、金メダルとかメダルを目標にするっていうのは、うん、これは選手が目標にする分にはいいんですね。うん、ね、そうですよ。それに向けて、計画を立てる、モチベーションも上がる、うん、選手が目標を立てるのはいいんですが、うん、選手以外の人が目標を立てるとですね、うん、非常にこれちょっと話がややこしくなってくる場合があるんですね。ややこしいですね。はい。そう、やっぱり人類ですよ、これ。やっぱり人類が競ってるわけだから。人類国がどこのこうの言うのはおかしいんじゃないかっていう。うん、でしかも金メダルの勝つことになりますと、はい、オリンピックではご存知のように、うん、2、3人有力な選手がいると、うん、たくさん金メダルが取れるような種目もあるんですね。例えば水泳とか、はい、水泳前回の北京でマイケル・フェルプスというアメリカの選手1人で8個金メダル取りました。はい。で、まあ、体操とかですね、はい、それから1つの競技でいろんな、ね、種目が分かれている射撃であるとか、はい、重量上げであるとか、うん、こういうのは何人か、優秀な選手がいるとたくさん金メダルが取れるという可能性があるんですね。ところが例えばサッカーなんかですと、うん、10人20人優秀な選手を育てないと、うん、で取れたとしてもメダルは1個ですね。そうですよね、はい、これを、たくさんメダルを取るってことだけが目標になると、うん、同じ価値としてこう、うん、見ないということになってきてるんですね。内村君で体操いるでしょ、はい、あの子が頑張ったら10ぐらい取れないんですか。あの体操はですね、マックスでですね、うん、種目別個人総合団体とありまして、うん、マックスでメダルは7個取れる可能性があるんですが、あ、結構いきますね、はい、うーん、今回おそらく彼は最大限、まあ、本人も言ってますが、うん、最大限うまくいけば1人で4個金メダルとの可能性があると思います。はい、4個が最大限、はい、ただそれは1人の選手で4個取れるわけですよね。しかしサッカーやバスケットボールやバレーボール、そうです、ね、これは10人20人優れた選手を育てて、もし取れたとしても1個ですね。じゃあ率が悪いですね、はい、これを、うん、じゃあ金メダル数が多ければいいってことになると、うんうんうん、たくさん取れる競技の方にやっぱり税金が配分されやすくなります。そういうことなんですね。国がこういうことを掲げるというのは、はい、回り回ってどこにお金を配分するかに関わってくるから、うん、はい、それが公平なことだろうか、スポーツにとっていいことだろうかってことになってくるんですね。なるほど。だいたい問題点が浮き彫りになってきたですね。私、うん、それにね、思うんですけどね、はい、国が金メダルの獲得数で目標を立てるとね、はい、やっぱり学校の先生だって、うん、そういう考えになっていかなあかんような気分が、ね、こう、学校に広がって、はい、金メダルは意味あるけど、ね、銀メダルやったらね、もう個数に干渉せえへん、意味ないねんって。例えばね。まあ、言ったら究極になりません、うん、金メダルだけがいいってことになると、うん、ええ、これもう20年前の話になりますが、はい、1992年のバルセロナオリンピックで、はい、陸上 400m で高野進という選手ですね、短距離種目では60年ぶりに日本人としては決勝に残ったんです。うん、これ非常に価値のあることだったと思います。そうですよね、高野さん以外は全員が黒人選手でした。そうでした。アジアからの選手で決勝に残ったのは高野さんだけだったんですが、でもこういうことは評価されないってことになってます。そういうことだ、はい、ああ。だから金メダル以外の評価っていうのに目がいかなくなりますよ、はい、そうなんですね、個数競ったら。だから個人が言うのはいいけど国が言うのとは全然意味が違うんですね。それぞれのスポーツでどういうことに価値があるのかというのを、やっぱりそれぞれのスポーツの分野およびそのやってる選手たちが独自に考えればいいことであって、うん、金メダルだけに価値を置いてですね、取れそうなところに税金配分しますよってことになると、うん、それは税金の使い方としてもどうなんでしょうってことになりますよね。はあ、私ね、いつもね、なんて気の毒やろうと思うのは4位になる人ね。そうですね。あのね、3位と4位は、はい、それは違うとは思うけれども、はい、2位と3位の違いと3位と4位の違いはね、そうなんですね、どこにあるのかって、なんで3位までに入ったらもう、はい、涙で嬉しいの、4位になったら悔しくって、はい、そうなんですね、もう、なんて非常なんだろうと。これよく考えるとですね、オリンピックで3位までメダル出そうって決めたのは、誰？1907年に、国際オリンピック委員会で会議をやって、その時の IOC の人が決めたんですよ。あ、そうなんですか。はい、オリンピック最初、1896年にアテネで始まってますが、はい、最初はメダル、3位までメダルなんて決まってなかったんです。ええー。はい。
1907年になって決めたんですね。あら、でその次の翌年に行われた1908年のロンドンオリンピックから3位までメダル出しましょうってことに決めたんです。だからその時の IOC の人たちがですね、うん、もしじゃあメダル5位までにしようよと、うん、なってたら、うん、5位までがメダルで今5位になるか6位になるかが大きな分かれ道っていうようなになってたかもしれないんです。本当だ、4位の人は喜んだかったんですよ、はい、4位だったら大喜びになってたかもしれない。結局それも人が決めたことなんですよ。人が決めたこと、それも言うたら、はい、オリンピックの組織委員の人たちが決めたことなんでしょ、はい、でもそれは、それは組織運営のために決めはるかもしれないけど、それと国家が意味を決めるのとは別ですよね、はい。そうですよね。だからそこの順位の中に、やっぱり自分で、意味を見出すという、うん、これは4位でメダルじゃなかったけど、うん、この4位はとても価値があるよとかですね、はい。なぜならこういう意味で価値があるよと。いうようなことを考えられるようなスポーツ選手とかを育てるのが教育じゃないかなと、まあ私などは思うんですけどね。小川さん、いいこと言い張るわ。近藤さん、どうです？いや、どうですよ。やっぱり人類が競ってるわけです。人類で競ってんねん、もうみんなで。別にね、国がどうのこうのじゃないしに、人間の限界がどうなんだと。そうなんですよね。やってるわけですから。まあ、そこで、国が目標を立てる、すなわち税金の配分の仕方を、どこで決めるかという価値判断の基準を決める。それが金メダルの数。これはちょっと考え方としてどうなのかなと。これまた民主党政権になってからこんなこと決めたんですか？そうですね、もちろん一つの流れとしては、民主党が政権取る前から、このそもそも、ナショナルトレーニングセンターですね、2008年にできた、これはですね、もうちょっと後にできる予定だったのが、はい、これ小泉総理ですね、当時の、うんうん、小泉総理はですね、2004年に16個アテネオリンピックで日本選手団金メダル取りまして、はい、それでですね、計画はあったんですが、それを前倒しで完成させたんですね。はあ、だから2008年にできたのは、これは小泉総理の、決断があってできたんです。はあ、ですから、以前からつながってはいるんですが、うん、この金メダルの数で世界5位を目指そうと、うん、こういうことが明確に文部科学省の方針として打ち出されたのは今年ですので。なんか私なんかが聞くと、はい、ちょっと前までの、はい、東ドイツのようなね、うん、しんどい感じ、はい、ソ連とか、はい、ああいう旧体制のガチガチな頭の感じがなんか、そうですね、やっぱりどうしても、国が税金で、選手の育成に関連すると、うん、なりますと、ちょっとそういった要素が、入ってくるかなと。選手はどうしても、税金で、練習させてもらってるってことになりますとね、国の期待に応えなければいけないという、それがしんどいんですよね。そういうことになってきますからね。今までいろんな悲劇があったのはそこに、ね、はい、原因があった場合もありますやんか、はいはい、はあ、そういうことに実はなってたんですね、はいはい、日本のスポーツ、そういう部分がちょっと出てきてるということですよ ね、 ねえ、それちょっと気をつけて見ときたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。スポーツライターの小川勝さんでした。まもなく始まるロンドンオリンピック、まあその開会式の芸術監督をしたのがダニー・ボイルという映画監督なんですけど、さっきの近藤さんのお話にあった日本の文化の間っていうことで言うと、私はね、ダニー・ボイルと映画という映画監督、本当に間のない人だと思いますね。いつもこう息もさせないぐらいのすごいリズムのハイテンションで疾走していくような映画を作る人なので、もう本当に日本らしい間とは対極にあるところの作り方をする人やと思いますが、だけど私はこれはこれなりに好きなんです。そんなダニー・ボイルさんがどんなものを見せてくれるのかなと思いますけど、今日最後の種まきジャーナル金曜版の曲はですね、ビートルズのヘイジュードをお送りしましょう。これ開会式のラストでポール・マッカートニーが登場して、今日ヘイジュードを演奏する予定なんだそうです。ただね、私その記事を読んだ時にハッと思ったの。ポール・マッカートニーかっこ70歳って書いてました。ポール70になったんだ。だってキャーキャー言ってた私が53なんやから、そんなもんやと思いますけど、ですか。時を経てポールがどんなヘイジュードをね
世界の人たちに送ってくれるのかのどうか平和なオリンピックになってほしいと思います。じゃあ今日はここでお別れしましょう。種まきジャーナル金曜版、水野明子でした。